はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。アズリウス兵士って言われてますけど、多分これはアズリウスフラッシュですね、になります。はい、まあ最近というか、結構環境初期ぐらいからずっと、まあ、一定数いるっていう評価が一番いいのかなとは思いますね。はい、まあアズリウス兵士っていう名前なんですけど、まあ兵士、まあ超兵士官だったりとかね、このキゼンタル援軍、微風の保証とかハービンとかね、まあこういう兵士シナジーみたいなやつがあるんですけど、まあこの年とかね、あるんですけど、なんで私がフラッシュっていうかっていうと、今までね、入ってた、兵士のロードがいなくなったんです。はい。ロードいなくなったらもう兵士デッキじゃないでしょうと思ってるんで、はい。まあこのデッキはもう兵士じゃないですね。で、まあ、このデッキはどういうデッキかっていうと、まあ、こういう1マナ引きのカード、2マナ引きのカードをインスタントで出しながら、まあ、テンポ取って、で、まあ、相手のね、今の環境って、ピン除去、一体思考官の除去が結構多いんですけど、そこをこの微風の保証とかエスカしながら、まあ、微風の保証の、まあ、3人、手段に申し上げた時の3人のステータスの飛行持ちで殴ってって、で、まあ、タイミングがあったりとかすると、変歴の石から一気にちょっとリソース回復して、みたいなデッキになりますね。はい。で、そもそもがフラッシュ軸っていうので、まあ、1マナのカードはまあ結局あれなんでいいんですけど、まあ、2コストのカードにフラッシュ系のカードがすごく多くて、まあ、インスタントに立ち回ることができる、相手に後出しをして、まあ、押し付けることができるっていうまあ強みが一つと、まあ、このデッキって1、2で変歴の騎士を置いたら相手が止まるんですよ。はい、っていう動きがあったりと、まあ、上振れの動きがあって、まあ、安定性が高いで、まあ、かつ、まあ、今の環境に、まあ、多めのインスタントの除去に対して微風の保証で強く出ることができることだったりとか、まあ、カウンターだったりとかあるおかげで、まあ、相手のでかいアクションをしっかりと止めることができるっていうのがこのデッキのすごいポイントなのかなと思います。はい。で、まあ、それ以外の、ハービンだったりとか婚礼発表、まあ、白毒目だったりとかは、まあ、この辺ですね、インスタントで使わないカードたちはそもそもの単品スペックが高い、3ターン目とかにポン置きして、まあカウンター構えなくてもいいよねっていうターンだったりとか、そもそもカウンターがね2コストであることを含めて、3ターン目婚礼発表ポン置き、4ターン目2-2で動くみたいな動きだったりとか、そういう動きができたりとか、まあ横並びをするデッキである、変歴の人が使って横並びをするデッキであるということで、チロトクモグだったりとかも非常に強く使いたいと。はい、めちゃくちゃ安定度だったりとか、まあ上振れがある安定するデッキ、フラッシュデッキっていうのが一番、まあ合ってるのかなと思います。はい。で、まあ環境的には赤タグロだったりとかが多いところで、まあこういう月光の古参兵とかが入ってるっていうのがすごい特徴的で、まあさっきも言った通りこのデッキ横並びするんですよ。で、古参兵置いてる状態で横並びしていくと、相手の白赤タンって勝てないんですね、ドアがいても。はい。まあ相手がね、でかい、まあ強化するスペルだったりとかいっぱい使ってきたとしても勝てない状態っていうのをすごい簡単に作ることができるっていうのは古参兵の強みなのかなと思います。裏面の飛行持ちも結構強いですからね。で、まあ本当今の環境的な立ち位置としてはいい感じ、かつ結構勝ってるのかな、なんか1位とかにはいないんですよ。1位とか優勝とかはあんましないんですけど、トップ8トップ16あたりには結構いるイメージがあるデッキなんで、はい、まあ、ぜひとも使えるようになっていくのがいいのかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率は、6戦5勝か。うん。負け試合は、赤単に、もう全てを持った赤単に後手引いて粉砕されたことですね。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、先手ならギリキープですかね。うん。あー、これ、ファストからでしょうか。うん、ファストからですね。ファスト、保証をどのタイミングで使うかですね。相手のデッキ次第ってとこではあるかなと思いますけど。グリーンランド。ああ、いいですね。まあ、とりあえず殴りましょう。まあ、置いて、見せずに。まあ、士官がいるんで大丈夫だと思います。まあ、ちょっと遅かったんで相手にバレた気がしますけどね。ここは何も出さなくて大丈夫だと思います。これは、まあ、殴ってからでいいですか。うん。殴ってから考えましょう。はい、青黒みたいなデッキに対しての強み、やっぱり相手の除去をね、保証で透かせるっていうのが一番強いんで、うん、単デッキ。できればもう1マナ貯まるまではちょっと待ちたいとこではありますけどね。結構コントロールチックな見た目がありますね。コントロールチックなのであれば、まあこのボディーガード早めに出しちゃったら出しちゃったかなっていう気がします。うん、はい、ボディーガード出して、まあ、このまま殴っていきましょう。
まあここがカウンターサイドとしても除去サイドとしても大丈夫なんですよ。なんでまあここはまあ除去を切らせた、カウンター切らせたっていうので殴っていきます。はい、エンド。で相手目線でこっからこの徴兵士官絶対落とさなきゃいけなくて、リソースがですねそういうことになっちゃうんで、まあ処理するならこのタイミングなのかなっていう雰囲気ありますけどね。まあベリアナみたいなカードが出てくるなら一旦かき消しして保証を使ってでいいと思います。まあここで除去打ってくれるならそれはそれでいいですね。はい、エディクト。まあエディクトは保証で回収できない感じのカードなんで、まあまあいいでしょう。エンド。かき消しがあるんで結構動きとしては楽に動けるかなと思います。まあ相手がたとえコントロールだったとしても、まあかき消しプラスアルファで戦えるっちゃ戦えるんで、で相手にかき消しを使わせるかどうかっていう動きではあるんですが、まあ使わせといた方が楽なんで早めに出しちゃいましょう。で反撃が入ってるデッキなんで、ね、ああ A 頑丈、まあ、とりあえず殴ります。 LO とかの可能性もあるんですよね。青黒の LO みたいなデッキの可能性も全然あったりはするんで、避難の道は、まあ、これは犠牲込みかき消していいでしょう。ほい、まあ、犠牲込みかき消し、普通に青黒ベース、完全に青黒なのかな。なんかそんな感じな気がしますね。ターンの支配は止めときますか。いや放置したら下なのか。まあ、ここは一旦ちょっと打点を多めに使いたいので、保証を使って保証のサイズ上げでぶん殴りましょうか。5点。相手このターンカーンの支配使うしかないです。使うしかないんで、まあ一旦使ってもらいましょう。これソーサリー限定ですからね。はい、ソーサリー限定で使ってもらって、まあもう一回毅然たる援軍とか出してね、相手の盤面とか、盤面というかまあ打点通しに行くのがいいのかなと思います。追加の打点が引けてないのはちょっと嫌なポイントではありますよね。で俺はカウンターしてあげましょう。はい、まあ援軍を置いて4点、4点じゃない2点ですね。はい、2点で徴兵士官を置いてエンドで、まあシェオルがもう一体出てきて、あと3マナ、シェオルがもう一体出てきたら勝ちですかね。保証がパワー3になるんで、1点貫通すれば OK な形になってくれると思います。なんでシェオルが来たら勝ち確になるかなと思いますね。まあ少なくとも相手は除去打たなきゃいけないんで、これも微風の保証使っちゃいます。はい、回収。完全にギミアコントロールでしたね。はい、まあ全体除去がないのであれば勝ってはいるんで、ここ土地プラス避難の道もう1枚しかないですね。まあのど首1枚で一応解決はできます。のど首が切り崩し1枚で解決はできますけど、まあ動き的になさそうなんでね。はい、グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ですけどキープですね。赤タン、まあ徴兵士官から入って保証構えてになりますね。土地がちょっと弱いんで、現状1枚なんかアンタップインできる土地が欲しいかなと思います。 A 頑丈も本当はね普通にガンガン使いたいタイプではあるんで、そっそう、ヤスビが飛んできますと。ヤスビが飛んでくるとどうしますかね。これは一旦ちょっと角を捕まえてあげてもいいのかなーっていう気もしますね。一旦かき消し構えましょうか。
まあ、次のターンはね、婚礼発表とかから入ってあげてもいいんで、婚礼発表、いやまあもう一枚土地があるなら何の問題もないんですけど、残念ですね。もう一枚土地が引けると結構楽だったんですが、あの徴兵士官プラス岐阜の保証とか、まあ小三兵プラス保証みたいな動きができるんで、こっちの方が楽だったんですけど、まあ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 、ないならないでなんとかなりはします。うん、こっから先即走は絶対ブロックしましょう。トランプルがある可能性はもうケアしできないですね。うん、巨海の怒りがある可能性はもうケアできないので、それならしっかりとねトランプルがない時にブロックできるようにしてあげるのがいいと思います。でこれはハーディですね。土地がもう1枚引けると月光の小三兵からいけるんですけど、引けないならハービンでいいです。でカンカンアオリとかね、その辺があるっぽいんで、フェニックスのヒナ殴ってきたら、まあ両方ともブロックでいいかなと思います。うん、結構スペルでまあ打点というか火力出してくるようなデッキタイプっぽいんで、まあこれはしっかりとブロックしてあげましょう。まあ小三兵でいきますか。ちょうど2-2のタイミングですからね。できればもう1枚なんかがあればいけるんですけどね。フェニックスのヒナの追加、まあこれはここだけでいいです。火遊びで小三兵を処理される可能性がすごい高いですが、まあ巨海の怒りとか今ここで使ってくれるなら、一応手札1枚からなら耐える可能性もありますね。これは徴兵士官から置きましょう。うん、徴兵士官エンドかな。パンプアップする必要はないと思ってるんで、こうヒナだけってことは、まあここは徴兵士官まで戻します。まあ、次のターンヒナがね、プラス1カウンター突っ込んで殴ってくるんですけど、このタイミングは徴兵士官をね、手札に戻してもう1回出してライフゲインするのが一番強いタイミングなんで、うん、徴兵士官、徴兵士官、まあ威風の保証をブロッカーとして使いたいんで残しながらで大丈夫ですね。うん、まあボディーガード徴兵士官でいいか。うん、エンド。まあ次のターンフェニックスのヒナがねプラス1カウンター使ってぶん殴っていきますけど、これだったら耐えてそうですね。うん、ゴドリック、ゴドリック別に飛行がつかない限りは何の問題もないと思ってるんで大丈夫だと思います。ボディーカード2枚、いいですね。まあこれは徴兵士官置いて、徴兵士官殴ります。そろそろこっちもゲーム畳みに行きたいですね。まあ、ボディーガードが1枚あるんで、向こうの、まあ、動き、フェニックスのヒナが追加で出てくる動きとかは多分耐えきれるんで、ライストがもう1枚飛んでくるのがちょっと嫌なとこではありますけどね。次の回目から関係ないですね。これだったら、ヒナが流れてくるわけでもないので、うん。まあ、ここブロック、ここブロック、まあ、壊滅者でいっか。いやこれミスりましたね。何ミスったかって話なんですけど、まあ、先にボディーガードで良かったですね。ボディーガードで渋の壊滅者追放してそっからで良かったかなと思います。で巨海の怒りをゴドリックだったりとかに使ってくるのであれば何の関係もないですね。うん、まあ、この徴兵士官は死んでもいい徴兵士官なんですね。微風の故障の追加、いいですね。ただこれ勝ってそうな気がしますね。フルパン、はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手まあキープリーでしょう。うん、まあ、これは 1-2-3 で動いてっていう形になるかなと思います。お三兵、まあ援軍ないしはその辺から動いてあげてになるかなと思いますね。相手目線ってお三兵絶対処理しなきゃいけないんですよ。
でまあそうなった時にね、こういう動きでね、時間とかテンポ使ってくれるのであればこっちとしては全然 OK なんです。まあ赤ターン相手にね、1ターン目2ターン目に相手に何もさせない動きっていうの結構大事なんで、これは一旦待ちましょう。剣羅に A 眼状を当てます。まあひっくり返ってくる可能性全然ありますけどね。まあ、ひっくり返ってきたらひっくり返ってきたでなんとかなりはするんで、まあ、これは援軍を置きます。はい。で、ここは古参兵プラス婚礼発表で、向こうのやつがサイズアップしてきてもこれだったら勝てるんです。スペル連打する、まあ11全体流しみたいな動きをされない限りは結構これでなんとでもなるんですよ。向こうのねサイズアップ、まあ区間区間って結構デカめなんですけど、こっちの古参兵で耐久ができちゃうんですよね。まああとは相手の動き次第かなって印象ですかね。で兵士よりは人間の方がいらないんで、ブロックは人間の方でやっていきましょうか。まあ速走のところも止まってはくれるんでね。速走しっかり止めて、まあそこのギタクシア派の呪文追いを、まあ何もせずにするっていうのをちょっと繰り返していく形になるかなと思います。あとはまあ面倒くさいところをね、次のターンまで来たら活気しだったりとかで止めてあげるっていうのが大事なのかなとは思いますね。まあ一番欲しいのは、おい、一番欲しいのは剣敵の騎士あたりとか使って、まあしっかりと盤面にでかいクリーチャー立てる動きっていうのが一番欲しいところではあるんですけど、まあ、それが引けないなら引けないでなんとかなりますからね。これ婚礼発表2枚目引きましたね。じゃあ2枚目置きますか。これ本当は援軍とか使って耐久しよっかなーって思ったんですけど、これは婚礼発表2枚でこっちのサイズ上げてあげる方が勝ちやすいかなと思います。どっかで巨海の怒り使ってくるんですよ。どっかで巨海の怒り使ってくるんで、でさっきの動き的に2マナのインスタントがないんですよね、今引きじゃない限りは。今引きじゃない限りはないんで、祖先の怒り、はい、三こっち熊の、これは大変なことになりましたね。14 18、トランプルもあるんでこうかな。このブロックをして、一応ここで4点ゲインができる形になるんで、ちょっと耐えてるとは思います。まあ、これは置いて、まあ先にもう出しちゃっていいかな。下手に相手にターンからね、インスタント動作で打たれてめんどくさいことにはされたくないんで先出ししましょうか。これでライフも結構回復したんで、相手の手札にインスタントソーサリーがあるかどうかっていうゲームなんですよ、ここから先。ないですね。ないならいけます。ないなら全然いけますね。向こうこのターン殴れないと思うんですよ。やっちゃったねこれはね。まあ、追加で相手のスペルがあったら面倒くさいですけど、こっちも三三がめちゃくちゃいるなんで、ダブブロで1点取れると思うんですよ。なんでまあ相手の動き次第ですが余裕で受かってるかなと思います。でこれはそろそろ上は殴っていいですね。フルパンはまだできんか。エンドで、この毅然たる援軍は相手のね動きだったりとか見てて大丈夫だと思います。場合によってはミレックスだけで済むんで、農家の最高潮、まあめんどくさいですけど、まあまあまあなんとかなるでしょう。結構相手土地引いた形ですね。ギタクシアの呪文追いがちょっとめんどくさかったですが、まあ受かってるかなと思います。そう、こういう時にこういうね、もう見せてなかったやつをスッと出してあげると対戦に出て登場するんですね。はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあほんと古参兵だったりとかで戦いやすい形はできるのかなと思います。はい、あと微風の保証ですね。
このカード最後の押し込みだったりとか、そういうフラッシュとしての動き、まあ2マナ2一飛行っていう動きはすごい強いんで、まあこの辺を含めてもめちゃくちゃいいデッキになってるのかなと思います。はい。でまあ今の環境というか、まあ高いカードが多分婚礼発表ぐらい、白特目もちょっと値段するかなぐらいで、そこ以外がそんな高くない、リアルカードで組んでもまあ使いやすいデッキだと思いますし、まあそれ以外にも兵士としての動きだったりとか、まあ次の環境で落ちるカードもね、この辺にあったりはするんですけど、まあその落ちる環境っていうのももう来年のまあ 7,8 ヶ月アウトだったりとかするので、はい、まあ全然問題はないのかなとは思いますね。でまあそろそろイクサランの、まあプレビューだったりとかが始まって、イクサランのカードとかも出てくると思うんですけど、まあ次のね、あの青いカードってマーフォークなんですよ。なんでまああの明確な兵士強化は来ないんですね。はい、兵士強化っていうのは多分来ないんですけど、この時兵士デッキじゃないんで、アゾリス兵士っていう名前ついてますけどね、あのいろんなところでもう完全にフラッシュだと思ってるんでね、うん、兵士ではないんで、まあその辺も特に問題はないのかなと思います。はい、まあ2コストの強い動きだったりとか、3コスト、まあこういう人工のボディーガードが来たことによってフラッシュのね受給が獲得できたりと、まあ非常にすごいデッキではあるんで、まあまだまだ遊びがいがあると思いますし、はい、まああの遍歴の騎士だったりとかの強みだったりとか、その辺を押し付けることができるいいデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは